医療を受けるちょっとしたものでも大変大きなお金が出ていくんです。皆さん病気をしても今は怖いことはなくても DTP が入ってしまったら盲腸一つやるにしても大変なことになってしまうんです。そして保険だけではなく労働条件に対しても悪影響を与えます。安い賃金の外国人労働者が入ってくることによって日本人の雇用というものが失われ、そして賃金カットをされるようなことになります。例えば自由民主党の最大の支持母体の一つの建設業界があります。今までは WTO の入札とかそういったごく限られたものに対しては外国企業の参画を認めてきました。しかし TPP が入ってしまえば何ら実績のない外国の企業が日本の建設業界に入ってくる。そうすれば日本の建設会社および従業員というものが非常に困ったことになるんです。そして農業、今前の自民党政権は農業というものを大変大事にしてきました。しかしこの TPP は日本の農業の破壊なんです。 TPP は今までの自民党政権でやってきたこととまるっきり違ってしてしまうんですよ。そして TPP は国民のためではなく多国籍企業のためなんです。 ISDS 条項不利益になれば国家を訴えることができるんです。そして TPP で最大の問題は究極の秘密条約なんです。黒塗りの報告書しか出てこない、4年間秘密だ、何がどうなってるかわからないうちに署名してしまった。そうするとラチェット条項という、一回署名したら抜けることのできない、こんな無茶苦茶なものまで用意されてるんです。審議しろと言われても黒塗りになってる、内容もわからない、審議のしようがないんです。安倍政権はこの国家主権を差し出し国民生活を破壊する TPP をまたしても強行採決でやろうとしてるんです。安倍政権は憲法の根幹に関わる特定秘密保護法、そして集団的自衛権、こういったものを全て強行採決で通してきたんです。そして今度は国家主権を差し出す、これが保守のやることなんです。保守なら守るべき国益があるんです。国民生活を破壊し国家主権を差し出す、この TPP 絶対に許してはならないんです。どうか皆さん、この TPP 本当に大変なことになるんです。この危険性というものをよく考えてみてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。TPP のことですけれども、本当に明日にも強行採決されようとしている TPP というのは、これ本当に大変なことなんです。生活破壊もいいところだけど全然報道していない、なんかもう足らないことばっかりが、どこどこのお泊まりしただろう、なんだか熱愛だろう、結婚だろう、そんなことばっかりテレビではやっていますけれども、本当に報道しなきゃいけないこと、この南スーダンから11月20日にも自衛隊が出て行って、南スーダンの子どもたちに銃口を向けようとしていることや、日本が戦争できる国になってしまったこと、そして沖縄の辺野古は沖縄の高江という綺麗な森が、削られてヘリパッドになっていたり、そしてまたこの生活破壊の PPP が、明日にも強行採決されようとしたり、もう本当にこういった続々と日本という国が大きく変わろうとしているにもかかわらず、テレビでは全然報道しない、
もう本当におかしいと思います。国会前ではたくさんの人が連日座り込みをしている。私たちの生活を守らなきゃいけない、食の安全を守らなきゃいけない、医療を守らなければならない、そういったことを訴えています。障害者施設の障害を持った人たちも怒っています。薬がなきゃ生きていけない、そういった人たちは死ねというのかと、こうお金がかかる、これから TPP が入ってしまって医療にとてもお金がかかると、絶対薬を飲まなきゃならない、喧嘩発作ですとか高血圧だったり、飲水でその抗原病だったり、そういった薬がなければ生きていけない人たちはこれからどうすればいいんでしょうか。そういったことの医療も壊される、風邪一つも引けない、盲腸もできない、そういった国に日本はなろうとしている。これを無関心でいられますか。皆さんぜひ、Twitter、Facebook 持っていましたら TPP、考えて見てみてください。たくさん発信しています。またホームページ総掛かり報道で調べてみてください。日本はこれからどういう道に進もうとしているか、ぜひ、検索するだけでいいので、してみてください。よろしくお願いします。それでは昨日青森で大きな集会がありました。青森出身の方いらっしゃいますか。昨日青森で大きな集会がありました。自衛隊は戦地に行くなという、命を守ろうという大きな集会でした。その青森に行った仲間から現地の報告をお願いします。ここにあの看板があります。自衛隊は戦地に行くなというポスターです。皆さん、自衛隊が戦地に行くのご存知ですか。自衛隊が戦地に行くということは、そこで戦うということです。あるいは相手から襲われるということです。自衛隊がいよいよそういう場所に行くことになります。この11月の20日です。行く人たちは青森県の第9師団第5通過で行きたいという部隊、350人の自衛隊が南スーダンに行きます。通過というのは部活で言うと歩兵です。ですから陸軍歩兵のような部隊が南スーダンにこの11月20日から行くんです。皆さん、自衛隊は仕事だから殺されると知らないというふうに言いますか。あれは自衛隊が戦争や仕事だから南スーダンの人を殺しても構わないと言いますか。あるいは戦地に行くのは自分じゃない、自衛隊が行くんだから自分のことじゃないというふうに言いますか。それはダメだと思うんですね。自分のことじゃない、そんなことがありません。この日本の自衛隊が今11月の20日に戦地に行こうとしているということは大変なことだと思いませんか。今まで私たちが平和に生きてきたのは戦後70年、日本の自衛隊はありましたけれども、海外で戦争をやることがありませんでした。海外で人を殺したり殺されたりすることがありませんでした。ところが70年経っていよいよこういう時代になろうとしている。どう思いますか。皆さん、今まで平和だったからこれからも平和だろう、こんな話が通じなくなったんですよ。安倍さんは何でもかんでもやります。本当に安倍さんの政治を一つ一つ見てみると、反対しなければいけないことがいっぱいある。 FPP だってそうです。秘密法だってそうです。この戦争法だってそうです。南スーダンに自衛隊が行くことだってそうです。安倍さんの政策は一つ一つ本当にとんでもない政策なんですね。ですから世論調査を新聞がやると、安倍さんの政策について言うと一つ一つの政策は反対だという人がずっと多いんです。安倍さんの政策が賛成だという人にどの政策を見ても反対がずっと多い。ところが安倍政権はどうですかというと支持するという人が多いんですね。すごい不思議な話ですよね。安倍さんがやってる政治はみんな一つ一つ反対だという人が多いのに、まとめて安倍政権どうでしょうというと仕方がないんじゃないの、安倍さん以外いないんじゃないの、野党がだらしないからしょうがないねという話になっちゃうんです。しかし皆さん、しょうがないねで戦争やられたら困るんですよね。私は昨日青森に寒い中、本当に凍えるような中、青森の人たちと一緒にデモをしてきました。1250人が集まりました。
そして自衛隊は南スーダンに行くなという声を上げました。これからまだ時間があります。大きな声を上げて全国で大きな運動を起こして、日本の自衛隊が南スーダンで戦争することのないように、そうした運動を今急いで作り上げる必要があると思っています。ですからここに自衛隊は戦地に行くなと書きました。行く根拠法は去年の2月19日に作った戦争法です。安倍さんはこれを理由にして自衛隊員を南スーダンに送ろうとしています。私は自衛隊員が死ぬのにも反対ですし、自衛隊員が外国の人を殺すのにも反対です。自衛隊は仕事だからしょうがないと、こういうふうに私たちが言ってしまったら、日本は戦争する国になります。どうか皆さん今声を上げてください。そしてもう一つだけお願いします。沖縄で今毎日毎日新しい基地を作る、これに反対して戦っている皆さんがいます。沖縄の北部に高井という村があります。本当に地図でも見られないような小さな村です。人口150人。この150人の村の近くに自然を破壊して大きな米軍基地、ヘリパッドと言いますけれども、それを作ろうとして高井の人や沖縄県民が今毎日反対をしています。ところがこれを弾圧するために東京からまで警察機動隊を送ってるんですね。沖縄県の人々を弾圧するために東京の米軍を作って警察機動隊を送ってる。こんなことが今沖縄で起きています。沖縄の人たちは自分たちの自然を壊すな、自分たちのそばに米軍基地を作るな、なんで沖縄だけそうやって基地をいっぱい作られるんだ、そんなことやめてくれ、当たり前のことを叫んでるにすぎません。それに対して安倍政権は今大きな弾圧をしています。私たちは今この沖縄の新基地建設に反対する署名もやっています。仲間が署名をやって持ってますから、どうか皆さんちょっと足を止めて署名をしてください。こちらの本庁の方でどれだけ大きな声を上げるか、沖縄の問題は沖縄だけに閉じ込めないで、私たち共通の問題として声を上げることがすごく大事になっていると思います。沖縄の署名です。ご協力をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。昨日青森本当にみぞれが、ちらつく中の、集会でしたけれども、こうやって宣伝というのは始まっていくのか、もう現地の人も県外の人も、みんなが集まって戦争に、日本の自衛隊は参加するなと、喋ったか、本当に声を上げました。暗雲立ち込める、未来ですけれども、諦めないで声を上げ続けていきたいと思います。明日には TPP が強行採決されるかもしれない、そして沖縄でも新基地建設が進んでいく、森が壊されていく、生活が壊されていく、そして日本の自衛隊が11月20日にも戦地に行って南スーダンの子どもたちに銃口を向けようとしている、こういった本当につらいつらい未来が待とうとしていますけれども、やっぱりそれを変えるのは私たち市民しかいないと思うんです。私たち市民しか、この未来を暗雲立ち込める未来を、光を差し込むのは私たちしかできないと思っています。私たちが声を上げる、私たちが未来を切り開く、そのためには主権者としてもう一度主権者意識というものを、振り戻さなければなりません。署名を集めている皆さん大変お疲れ様です。そろそろ集計していきたいので、仲間手を挙げているところに、署名を持っていってください。集計したいと思います。それでは、最後に歌を歌って、本当に悔しいことがたくさんありますけれども、それでも諦めないで頑張ろうということで、まずオラシャヤンという歌を歌った後に、私たちが作った私たちに力をという歌を2曲歌って、今日の街頭宣伝終わって、また次の戦いに備えていきたいと思います。それでは歌いましょう。